はい、ご覧の皆様、こんにちは。ホステルと申します。プレイステーション2のサイレン2ですね。やっていきましょう。本日もどうぞよろしくお願いしますね。本日は、永井くんの23時間後をやっていく予定だったね。やっていく。サブタイトル決戦か。これはいよいよゲームも佳境の時間帯ということか。23時間後。苦しんでいたのがそうみたいな悪い夢は早く覚めないとな。鉄塔の空に見える現実世界を目指して進んでいる永井君の前に現れた闇人公式の三沢武明といったところか。やっていく。ヒント1、三沢に発見されると不利になります。攻撃の基本に立ち返り、背後から攻撃していきましょう。闇人公式になり果てた三沢武明は光に敏感です。背後を奪い去るは、ライトを消した方がいいでしょう。はい。笑い声が基本的に背後を取って、またスティック勝手に動いてる。基本的には後ろを取って戦っていくというのが、闇人公式、ホース式の戦い方ですね。で、ここいけんのかな？潮下り浜灯台。今までのチャプターだったらこっち行けないよね。行けなかったよね。あ、やはり行けないんだ。マップ上は行けるようになってるんだけどな。あ、ここじゃねえ。鍵かかった扉だったか。あ、扉開いてる。行けるようになってるね。向かうと何がある？とりあえず向かいましょう。三沢君の視界ジャックしとかないとね。こいつかな？うわぁ、銃持ってる。使ってくるよね、多分。ただ結構遠くにいそう。入れそうなところをチェックしていく。あ、扉がないんだ。なんだろう、ここ。アイテムらしきものも何もないし、扉も調べることができない。え、何の音？移動してきてる。ちょっと待って。身を潜めよ。やばいかも。こちらに向かってくる。敵は三沢だけなのかな？ちょっと待って。インベントリーの確認をしておこう。あ、相当たくさん武器あるね。ただ、三沢武明めっこうしないよね。これどうやって倒せばいいんだ？ダウンさせるだけではダメなような気がするんだけど、この島の人間じゃないからめっこうじは存在しないということで、あ、後ろ向いていく。後ろ向いてるときに一気に近づいて、それで一気にサブマシンガンの雨あられで攻撃すれば弾倉一つ分で倒せればいいんだけど、これを動かせるんだ。こいつを使って寄せていこう。どっか身を潜められるところ、こんなに隠れて、これどの辺りだ？青いシートがかかってる資材があるけど、どこだろう？あ、通路っていうか道路か。道路の辺りに出てる。やばい！このままだと見つかる。え、どこにいんだ？あ！発見されていく！すげえ軽く。やばい。うわ、どこにいいんだ。やばいな、こっちから来る。あれ、反対だった。照らしていく。ああ、ダメだ。銃弾一発一発の威力はそこまで高くない。百雷事故の銃とかだったら一瞬で死ぬけど、こいつはそこまで銃の威力高くないね。なんとかなるかも。醜い言い争いに発展してるわ、こいつら。うわ、正面。まずい。これデコイにすればいいんだよね。いやー、このチャプターむずいぞ、多分。あれ、調べらんない。よし。電源入れていく。ちょっと隠れましょう。今は道路の方にいるから少し離れるようにしながら。あ、まだ視界の端に入ってんな。これ断層一つ分で沈めることできるのかな。なんかこっち見てるよね。どこにいるんだろうこれ。街灯の柱が見えるけど、多分あれ街灯の柱だよね。左に見える。どの辺りだあれ。俺のあそこか。街灯あるわ、目の前に。俺の場所分かってんのかなこれ。俺の場所分かってるような感じがするんだこれ。視界にさ、青い十字が離れないもんだって。うわっ、やっぱ分かってんだろ俺の場所こいつ。やばっ。発見状態になってるかこれ、この場所。あ、ダメだ。ライト効いてないね。効いてねえわ。今までの闇糸公式はライトで昼んだけど、ミサはライトで昼まない。今度こそ終わりだ。さあどうしたものかこれ。難しいですねこれ。意味ないのかなこれ。全然寄せられてないよね。初期位置の状態のまま決着つけに行くしかないかこれ。後ろから近づいて。ただライト消えてると至近距離でも外すからこいつら。あそこにいるわ。これ遮蔽になってるよね。大丈夫だよね。あいつが動いた時に後ろから近づいて血祭りにするしかない。ワンマガジンが勝負だわ。ワンマガジンで倒せなかったらまたきつい展開になってくる。あ、こういうところとかも巧みに利用して倒せってことか。移動が早いね。ダメだ。欲張りすぎた。敵もかなりの耐久力。マガジン容量も大きい。あれ、リロードできないけどなんで。武器持ってるよね。弾持ってるよね。うわ、違う銃の弾なんだ。あ、でも持ってるわ小銃。武器切り替え。ここ頭見えてるけど場所は割れてないよね多分。動いてきてる。ちょっと待って、それどこ、それどこ、どこだよこれ。どこにいんだ。やばい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 。見失った。場所完全に見失った。自分も映ってねえし、ちょっと一回引くか。後ろの方に多分この辺り来ないでしょ。視界の端に映ってるね。あんまりね、強い敵と戦いたくないんだよね。動画のテンポが悪くなるから。プレイヤースキルと、あと、それと操作性。どちらも難ありだから、強い敵が出てくると、マジで倒せない。イモるか。敵の徘徊範囲じゃなさそうなところにイモって、壁際にいる。どっち向いてるんだこれ。向こう側に行く感じがする。今この壁沿い、壁伝いに歩いてたよね。お、そこはこいつ一回立ち止まるとしばらく止まってるような感じがするから、今のうちに一気に詰めて攻撃しよう。よし、来た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 。いいですね。これで終わり顔面がのっぺらぼうみたいになってんだ。股間顔面がメインの頭ってことか。よし、とりあえず三沢君を倒すことができたね。しゃ、来たな。薬決めすぎでおかしな姿に変容してしまった三沢武明君を倒して次に進んでいく。がしかしいけない。終了条件にも持ってないね。そうだな、そしたら今日は、あれ、五木君のチャプターのバールで壁をこじ開けるところ、行ってみよっか。そこの終了条件に、誰のだっけ、安倍の終了条件2があるんだったかなっていうふうに、コメントでいただけるんで、ここだったよね、確か。手に入れていきましょう。雨竜ヶ森けど、あそこはなんか鉱山みたいなところだよね。これチャプター違うかな。ここでいいよね、多分。あ、ここだわ。はいはいはい。久しぶりの岸田ゆりちゃん登場。目を閉じて。目を閉じてって来た時はね、これ、来たぜって思ったのにな。全然来てねえわ。よし。チュートリアルからか。チュートリアルやりたくねえから。条件2でやってもよかったんだけど。必要コードを取った瞬間にミッション抜けても問題ないから、前作と違って。でインクライン制御室と送風機械機械室、送風機械機械室があれだったよね。壊れかけの扉があるところで、インクライン制御室にバールがあるっていう話だったよね。では進んでいこう。これなんかロックナンバーの鍵いじくってるやついるんじゃなかったっけ。だよね。ここ開けていかないといけないんだっけ。あれ、ちょっと待ってね。全然操作する気配ないんだけど、これ確か見つかったら戻されるんだったっけ。最初の方とチュートリアルのあたりってそうだったよね。確か見つかったらダメなはずで、ダイヤルロックね。これカットしようか、少し。よし、それじゃあこっちの方向だったよね、インクライン制御室。この場を入れるのかな。急いでいきましょう。確かに敵軍ではこの中に入ってなかったような気がする。敵はいないね。アーカイブとかもついでにあるといいのだが、バルいいですね。来ました。こいつを使って壁を開けていく。ずっと光棒で開けようとしてたからね。この2階に何かあるかな。一応探っとく。お、なんかあるわ。調べられる。一瞬なんか出た。今。どこだ。あった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 。調べる。手帳が落ちている。藤田の警察手帳かな、これ。警察手帳を落とすのって、紹介物じゃない？普通に考えて。やべえだろ。悪事に使われるんだけど。俺みたいな極悪人に。こっちの方にも確か1体いたよね、死人。いるわ。発見されて一見。よし、威嚇してるところを殴っていく。赤月君だって。狼に食べられてしまえ。いた。あ、ラメ。敵の方が一枚上手だわ。このツルハシ持ってるやつ。縦振りされなくてよかったわ。脳みそをぶちまけるところだった。そしてこの扉を開けていけない家。下にあるんだっけ、鍵。確か下のちっちゃい部屋にあるんだったよね。やばい、敵もう目覚ましてるかもしれない。最初に倒したやつ。あ、やはり覚ましている。ダウンさせとかないと危ないよね。事故る可能性があるからダウンさせとこう。お、岸田入り狙いだこいつ。なんてやつだ。武器持ってないやつを狙うんだって。この青手袋か。台所に立つような格好でなんてことが多いんだ。バテてるバテてる。一旦まとまったスタミナを回復させる時間が欲しい。ここにも敵一体いなかったっけ？いるよね。殴ってくる。最弱武器の左官横手持ってるやつ、こいつを殴る。スパナかなんかの方が弱かったっけ？確かあれいくら殴っても敵が一回死ななくて、敵不死身説が出てきたんだけど、バグじゃねえのかこのゲームとかって言ってたけど、普通に弱かっただけみたいな。よいしょ、器物損壊男。この中に鍵があるんだよね。送風機系なんとかの引き出しかあった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 。ここもだいぶ忘れてるね。あー、また邪魔していく。キャラクターが邪魔な時はぶん殴ってどかすのがもう成功法になってるわ。これ岸田ゆりが懐中電灯に照らされた時にこう手で覆うのもなんかかなり含み臭いよね。手で覆って懐中電灯の範囲外のところに回り込んでくるような素振り見せない。こいつちょっと邪魔。こいつが闇人サイドの覚醒派とだっけっていうことを考えたら、なんとなくこの光を避ける行動もわからなくもないよね。では開けていく。はい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 。今はそれドゥークロではない、それドゥークロではない。閉めていく。この索敵さえ解除されれば大丈夫です。来るかこいつ。来ないよね。よし、来た来た来た。いいですね。道具があれば剥がせそうだ。バール使っていく。え、待て、俺どっかで落としてきたっけバール。持ってるよな。あるあるある。調べらんねえけどこれ普通に壊せんのかな。え、あ、普通にコマンド出たわ。今立ち位置が悪かっただけみたい。よっしゃ、長年の夢叶うって感じだな。ここ狭すぎて通れそうにないな。壊すだけか、壊すだけか。はい、終了条件に来ましたね。狭すぎて通れそうにないね来たか。ということは阿部君も通れないのでは。まあともあれ達成できたのでよしとしよう。ここはこれ終了条件2だったよね。よし、いいですね。そしたら今回はこれで終了にしよう。あとはアーカイブ確認してね。藤田茂君の警察手帳。さあ、なんて書いてある？巡査部長の藤田茂君。なんで経歴が書いてあんの？あ、手書きか。自分で書いてあんのかな。単身闇島を出るとかって書いてあるね。翌年母死亡。同年父死亡。24年後の話か。昭和45年。以後闇島に戻らず。小学校全焼。で、ケーブル切断事件。島民消失事件。島に若い女の姿を見たと漁師たちの噂。調べてみる必要あり。で、続いてナンバー88。五木守のデジタルカメラ。自撮りか。カメラを自分自身に向け微笑む五木守の背後に赤いカーディガンを羽織った女性と、うつろな表情を浮かべ歩く漁師の姿が映っている。これ岸田ゆりじゃない？違うの？あの格好。そうだよね。なんでだ？だけど。これ島に来る前の本土かどこかで撮った写真じゃないの？なんで岸田ゆり写ってるんだろう。田川隆子を殺した直後だったりとかするのかな。2005年4月29日。五木君の手帳ね。会社からの出張許可が下りた。単身取材。期待と緊張でなかなか寝つけない。若いね。若いわ。久しぶりにまたあの夢を見た。どういう夢なんだろう。これももうすでに歯とか干渉してたのかなこれ夢に。関係ねえか。詳しく見る。いつきくんへみんなと違うんだと思ってて。誰これ、ラブレター？青くせえ。私のこと無視したりなんかしなかったし、結局みんなと同じだったんだ。本当は私の胸の頭のこと気持ち悪いと思ってたんだよね。すごく悲しかった。今まで優しくしてくれた。ありがとう。さようなら。誰の手紙これ。4歳少女飛び降り自殺未遂とかなんとか書いてあるんだ。14歳かな。1なのか伸ばし棒になってるのか、冒頭が、新聞記事の切り抜きみたいな。ちょっとよくわかんないね。4歳は文書けねえか、まだ。14歳の子が書いたってことかな。ロリコン？はい。ということで、アーカイブを調べたということで、終了にしましょうか、今日は。ちょっと申し訳ないけど、夏場は少し動画1本あたりの時間短くさせてもらうわ。マジできつい。部屋にクーラーないんだよね。はい、というところで今回ここまでにしましょう。ありがとうございました。というか次回どこ行く？次回どこ行こうか。せっかくここ手に入れたからここに行こうか。はい。それでは今日はここまでにしましょう。